ジグザグ回避カッコカリ。今日ははい、ここはまだまだ、沖縄にいます。そうですね、小江島なんですけれども、うん、今日でもうロケも終了して帰るということで、あっという間の4日間でございます。ねえ、楽しかったね。まあ結構フルフル撮影できましたね、うんうん、しかもね、はい、初日は晴れ、うん、次の日は曇り、そう、今日はちょっとだけ雨降るかなみたいな、ね、雨なんですよ。雷とかね、うん、そうですね、雨とか、ね、あのスコールね、スコールもあったね、いろんな天気を楽しめたの。でここはビラなんだけれども、ここ屋上もあってビラに食いつかない。ビラなんだけどあんたたちが想像してるビラとは違うわよ。そうよ、いらないでいいんだから。屋上があってさ、屋上もね、星が昨日綺麗でね、綺麗だったね。あの月に飛行機が入ってく様子とかが見えたね。そうだったね。なんでそんなロマンティック、私たち二人っきりでロマンティックな夜を過ごしたもんね。まあとにかくすごい楽しかったんですけど、何が一番楽しかった？楽しすぎたのと、私、初日のあの松山の夜のお店とかのゲイバー、ここなんかすごいみんないい方ですごい、なんかね、ダブル、私たちがちょうどよくスイッチが入っちゃったのよね、うん、いや私ね、あっちゃんと付き合ってね、多分まあ直属会議やって10年ぐらいになるけど、あっちゃんのあの弾けたの初めて見たの。いろんな顔があると思って、そう、私はね、私まだ見せてない顔があるの。え、あれも見たじゃん、ほら、ね、いろんな、いろんなの見たね、電話中の声とかさ、いろいろね。あ、それ、それ書くとダメ。まだ見せてない顔があるの。私ね、悪魔の敦子を今回見させて、悪魔の敦子になるとかな、うん、笑いスイッチのね、笑い方が、ケッケッケッ。これ今の？そう、目が、あ、まだ違う。違う、まだ、まだちょっと目がね、ちょっといたずらっ子の感じのね、高校時代のね、いたずらっ子。わかんないよ。キラキラ、キラキラしてた。はい、でも面白かったわ。で, ね、でも悪魔でありながらも、はい、うん、本当の悪魔じゃなくて一応周りを気にした悪魔って感じの大人だった。優しい悪魔、それいいじゃん。あの人は悪魔。それでトークライブもリハーサルもできたんですよ、うん、今回ね、たね、オープニング曲、オープニングのリハーサルも今回できて、オープニング決まりました。なのでそちらも楽しみにしていただきたいんですけれども、あっちゃんは何が楽しかったの？はい、私はね、やっぱりほら3人で暮らすのももう慣れてきたじゃないですか、うん、もう裸族みたいな。あのね、最初の頃ね、2人の裸とかも怖くてたまんなかったんですよ、うん、普通に脱いだら。そう、あ、もう慣れちゃったでしょ。どっぽい見てても、もう普通にお風呂から出てくる時には裸で出てくるっていうのが、業師らしないけど、うん、またやってるわって感じで、うん、か何の違和感もない、白い塊が、怖くはなくなってきたって。そうでしょ、だから慣れた、ね、リハビリがなんか女性の体の調子が3人でよかった、ね、あの裸族で暮らすのも、うん、お互い何も干渉せず慣れたっていう、うんうん、この子のさ、うん、この子に対抗してさ、あの脱ぎっぷり、うん、え、こう撮影今回脱いじゃったの？一冊目の写真集なんかさ、そうよ、もうなんか恥ずかしい、恥ずかしい、足を出すだけでも恥ずかしがってたのに、そうそう、私が脱ぐわって言い出してさ、うん、今回足どころじゃないわ。足どこ？え、どこ？え、あなたもよ。私はだって、あ、そうよ、あなたはすごい脱いでるわよ今回。から、痩せましたこれ。痩せるってすごかった。そうね、だから今ほら、痩せて体に自信が持ってたから、もうバンバカ脱いでんのよね。でも今回も食べ過ぎて太った気がするな。大丈夫だよ、やっぱちょっと太った。楽しかったから、また痩せるから。旅はあっという間だわね。そう、というわけで私たちの楽しい旅も含めて、うん、もうすぐね、トークライブの時には、帰らなきゃいけない。そう、トークライブではね、写真集と楽しいお話、あと秘密のお話、このネット上では言えないお話とかもたくさんするつもりですから、ぜひぜひトークライブに遊びに来てください。トークライブは10月25日金曜日、ぜひ皆さん来てください。お待ちしてます。またね、帰ります。じゃあ沖縄から東京に。